青山国際教育学院には日本の大学院進学を目的とした学生が集まる大学院特別進学クラスがあります。大学院進学クラスでは研究計画書の書き方を学んだり書く練習もたくさんします。また情報の集め方、論文の読み方、図書館利用方法、先生とのコンタクトの取り方、志望理由、面接対策など受験に向けていろいろな勉強をします。クラスの様子を覗いてみましょう。進学クラスは10名程度の少人数のクラスになっています。少数精鋭で集中して授業を受けることができます。先生との距離も近く、質問もしやすいです。先生に質問してみましょう。今大学院クラスも2クラスありまして、日本語のレベルで分けています。で、一番理想は4月に入っていただくことです。カリキュラムが1年コースですので、なるべく1年コースに入ってください。途中からも可能ですが、すでに勉強が始まっていますから、途中からはですね、日本語力プラス研究計画書などがかなり出来上がっているような、条件がちょっと厳しくなります。はい、入級試験に関してですが、入学してからすぐ、あるいは3月の末に筆記試験と面接を行います。筆記試験は N2 と N1 の文法と語彙、もう非常に基本的なもののマークシートです。それ以上に大事なのが研究計画書、あるいは志望理由といったものを文章で出していただきます。その上で大学院クラスの先生と面接を行います。日本語力も大事なんですけれども、大学院クラスの場合は特にこちらの志望理由がとても重要になってきますので、何を研究したいか、どうやって研究したいか、その研究の意義はということを細かく、調べて、言えるような形で準備しておいていただきたいと思います。はい、カリキュラムですが1年を通して教科書などが決まっております。大学院クラスの特徴としては、当然ですが研究計画の立て方や情報収集、大学院の先生とのコンタクトの取り方、そういう基礎的なことから、最後は口頭試問、論文の書き方などまで幅広いカリキュラムが用意されております。実際に国会図書館という日本で一番蔵書数の大きい図書館に行って、どうやって論文を調べるかという実践的な授業も用意されています。12月や1月3月後半になってきますと、口頭のコミュニケーションを伸ばす、大学院に入って困らないように、そういう会話的なコミュニケーションの勉強も行いますし、実際にこれから論文を書きますので、書き言葉、特別な書き言葉についても集中的に勉強していきます。はい、最近は本当に皆さんの志望する分野が様々で、受験する大学も日本中に、渡っておりますが、今年去年あたりは、国立の進学、国立で進学される方が多いですね。東京大学、神戸大学、横浜国立大学など皆さん非常に成績を収めていらっしゃいます。私立大学も非常に多岐にわたっております。皆さんご存知のところですと、早稲田、慶応、法政、中央などから、続々と合格者が出ています。はい、では大学院クラスの先生からこれをぜひ伝えてほしいというのがありましたのでお伝えします。まず一番大切なことは、日本の大学院は研究をするところです。受け身で何かを教えてもらう場所ではありません。ですから勉強したいではなくて、自分で情報を集める、研究したいことを決める、志望校を決めるなど、自分で動くことがとにかく大切なんですね。で、大学院クラスでは
その方法はお教えします。どうやったら情報が集められるのか、どうやったら先生とコンタクトをできるのかはお伝えしますが、動くのは自分です。今まで合格した先輩たちは全員が自分で動く人でした。研究大会に出席する、論文を読む、先生にコンタクトを取る、自分から進んでいった人です。はい、2番目です。専門の知識が大切です。特に大学と専門を変える人は要注意です。大学4年間の知識を自分で身につけなければいけません。またなぜそれを変えるのか、その辺もきちんと説明できなければいけません。はい、3番目には、なぜ日本で進学したいのか、どうしてあなたの国ではそれが研究できないのか、なぜアメリカではなくて日本の大学院を選ぶのかなど、かなり突っ込んだ面接で、質問が来ます。なのでその辺も自分で説明できるように準備しましょう。次に日本語力に関してですが、読解力がとにかく必要です。当然大学院では論文を読むことが基本になってきますので、読解力は、できるようにつけておいてください。はい、最後にですね、受験勉強は計画的に。大学院の入試は2回あります。年に2回ありますが、研究計画、志望流書を書くことはですね、2、3ヶ月、人によっては半年ぐらいかかります。留学生活、学校の授業、自分の研究の準備、そういったことを計画的に行わなければいけません。ですので、強い意志を持ってぜひいらしていただきたいと思います。青山国際教育学院からは毎年様々な大学院に合格者が出ています。合格者からのワンポイントアドバイスです。はい、この1年間私は普通クラスと大学院クラスの2種類のクラスにいましたので、普通クラスはやはり何というか楽しい気分で日本語の勉強をしているような感じです。大学院クラスはやはりもっと何というか厳しい感じで、そして毎日よくのよいろんなしろプリントをやっているということです。研究計画書はやはり最初は研究テーマとかを決めて、そして自分で最初は計画書を書いて、そして先生に渡して、どの文法のミスとかのチェックを頼んで最後完成することです。そして面接は最初から面接のマナーを勉強して、そしていくつの模擬面接をやって、あとって感じですね。個人としてはやはり研究テーマを決めるのが一番きついです。その時は本当に悩んでいました。何を研究する方がいいか、あと1ヶ月ぐらいかかりました。急な、はい、自分 の, 話し言葉をよく練習した方がいいと思います。前は模擬面接いくらやっても、面接の時はやはり聞かれてない問題が聞かれる時もあると思います。その時はやはり自分の臨機応変 の能力がよくされている。そしてこの能力についてはやはり話し言葉の能力が一番大事だと思います。皆さんを青山国際教育学院でお待ちしています。